アイテム番号 SCP-498JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-498JP はサイト81の特別収容室に収容されます。SCP-498JP には1ヶ月に1度、機械により絵を描き加えてください。この絵の記録は必ず行わなければなりません。SCP-498JP の収容違反が発生した場合、直ちに捜索を行ってください。人目につく場所で発見された場合、すぐさまカバーストーリー、新型液晶の実験、オルフ氏、回収してください。説明現在の SCP-498JP はコンクリート製の壁です。現在サイト81の特別収容室に収容されています。現在の大きさは高さ 2M 幅 4M 厚さ0、3メートルです。SCP-498JP の片面には簡易な絵が描かれており、この絵は SCP-498JP 一群と指定されています。SCP-498JP は一定期間 SCP-498JP 一群が存在する方の面に絵が描かれない場合、同程度の大きさをしたコンクリート製の壁に特異性が転移します。SCP-498JP の目の前で、海、町、砂漠、といった簡単な場面を発生することで指定した場合、SCP-498JP 事業に描かれた SCP-498JP 一群は消え去り、指定した場面に合致する SCP-498JP 一群へと変化します。また、同様に発生することで特定の SCP-498JP 1を追跡することも可能です。この特性により、SCP-498JP はある種のモニターのような役割をしていると考えられています。SCP-498JP 自体には軽度な損傷しか与えることができません。しかし、異常性の範囲外は破壊が可能なため、くり抜いた後クレーン等で移動させることが可能です。SCP-498JP 一群はそのほとんどが最初から SCP-498JP 事業に存在します。動くものをモチーフとした SCP-498JP 一群ならば SCP-498JP 事業を自由にフェードイン、フェードアウトすることで出現します。SCP-498JP 一群は描かれたものに対応した常識的な挙動を示します。しかし、異常存在を描いたと考えられる SCP-498JP 一群は例外となります。SCP-498JP 一群はこちら側を認識していないような挙動を示しています。SCP-498JP 一群により描かれる世界の環境は現実世界と酷似していることが判明しています。また、描写された世界には異常存在らしきものが確認できる場合と確認できない場合があります。我々は SCP-498JP-498JP-1 を描き加えることが可能です。チョークや鉛筆で描き加える他にも、石ころなどで表面に軽い傷をつけることでも SCP-498JP-1 を描くことはできます。描き加えた SCP-498JP-1 の共通した傾向には何らかの異常性を SCP-498JP 事業で見せる点です。また、描き加えた SCP-498JP-1 は SCP-498JP 事業から突如として消え去る場合があります。この原因は判明していません。SCP-498JP は動く落書きという噂を調査した際に発見されました。この時、何人かの小学生が描いた後だったため、SCP-498JP 上には怪獣とおぼしき SCP-498JP-1 が暴れ回っていました。その後、SCP-498JP-1 に描かれた世界は完全に再生が不可能なものと思われましたが、SCP-498JP-1 の消失後、新たに人類が生活している世界を映し出しています。この描かれた世界には怪獣は存在せず、同一の世界なのかは不明です。付録1以下は SCP-498JP の実験記録を抜粋したものです。実験記録498-3、日付20。対象 SCP-498JP。実施方法機械を用いて一般的には棒人間と呼ばれる絵、SCP-498JP-1-1 とする、を描く。結果 SCP-498JP-1-1 は人間とおぼしき SCP-498JP-1 に近づいていった。しかし、SCP-498JP-1-1 は石を投げつけられ、逃走する。
逃走後、ひっそりと森の中で生活する姿が確認されている。実験記録498、4、日付20。対象 SCP-498JP。実施方法実験記録498、1と同じ。今回の絵は SCP-498JP、1、2と指定する。結果 SCP-498JP、1、2は人型の SCP-498JP、1を襲い始めた。確認できる限りでは何らかの兵器を用いて都市ごと破壊された。分析落書きにはある程度の差異があるようだ。博士。実験記録498、18、日付20。対象 SCP-498JP。実施方法人の手で SCP-498JP、1を描き加え、その世界にどれだけ干渉できるか試してみる。結果最初に描いた怪物の SCP-498JP、1により世界は崩壊したように見える。崩壊するまでの狭間様、な SCP-498JP、1を描き加えていったが、書き手が想定した動きをするものは少なかった。特に最初に描いた怪物よりも強い怪物という設定で描いた SCP-498JP、1は描き終わった直後に消え去ってしまった。原因は不明。実験記録498、26、日付20。対象 SCP-498JP。実施方法実験記録498、18と同じ。結果怪物型の SCP-498JP、1を倒すことができた。その後、異常性を持つ SCP-498JP、1の一部を管理する集団が誕生する。これ以降も異常性を持った SCP-498JP、1が誕生している。付録に以下は事件記録498JP 及び生存者のインタビュー記録です。事件記録 498JP。対象 SCP-498JP。実験担当騎士博士、SCP-498JP の担当責任者。付記この当時行われた実験は、機械1と人の手でそれぞれ描いた SCP-498JP、1の挙動を観察し、描き加えた SCP-498JP、1の傾向を調べる。録音開始。騎士博士それでは第28回実験を行います。機械を動かしてください。機械が某人間を描き加える。SCP-498JP、1、以下 SCP-498JP、1、1ごとなり動き出した。騎士博士 SCP-498JP、1となったようだね。今度は私が、機械が用いたのと同じ種類のチョークを用いて、同じ某人間を描き加える。騎士博士が某人間を描き加える。SCP-498JP、1、以下 SCP-498JP、1、16となり動き出した。騎士博士とりあえず経過を観察しよう。君、機械を移動させてくれないか。機械を移動させ、騎士博士も画面端に移動する。SCP-498JP、1、16の姿が黒い人型に変化した。SCP-498JP、1、15はそれに近寄っていく。SCP-498JP、1、16が SCP-498JP、1、15を殺害する。その後、洞窟と思われる SCP-498JP、1に死体を運んだ。SCP-498JP、1、16は画面上にいた人間の SCP-498JP、1群を殺さずに洞窟内へと運んだ。この時、自身を見ていない人間は連れ去っていない。騎士博士、嘘だろ。そんなはずない。私、が書いたのはただの某人間だったはずだ。SCP-498JP 上から SCP-498JP、1、16が消える。騎士博士の隣に突然正体不明の実体が出現する。騎士博士みんな、逃げるんだ。実体は騎士博士を掴むと消失した。音声に武装警備員の応援を要請する声が確認される。SCP-498JP 自由に洞窟に人間を連れ込む SCP-498JP、1、16が観察される。運んでいた人間の SCP-498JP、1は白衣を着ている。
SCP-498-JP-1-16 は消失と再出現を繰り返す。再出現時には必ず人間の SCP-498-JP-1 が一緒に出現した。録音終了。終了報告書。今回の実験で岸博士を含む14名が出現した正体不明の実態により消失しました。この内、6名は実験に関与していない財団職員です。記録されたビデオ映像には人間の SCP-498-JP-1 を洞窟に運ぶ SCP-498-JP-1-16 が映し出されています。運び込まれた数は岸博士の消失後では14名です。SCP-498-JP-1-16 は14人目を運び込んだ時点では消失しました。原因は不明です。また、実験で用いられたカメラの記録と監視カメラの記録では SCP-498-JP-1-16 と問題の実態が同時刻に記録されてはいません。今回の事件以降、SCP-498-JP の再調査が開始されました。インタビュー記録 498JP。 対象高田博士。インタビュアー新妻博士。不機構だ博士は事件記録 498JP-1 において生存した研究員の一人です。録音開始、20。新妻博士本日はよろしくお願いします、高田博士。高田博士こちらこそよろしくお願いします。新妻博士それではあの事件当時の出来事をお話しください。高田博士はい。あの日はいつものように実験を行っていました。私。は撮影を担当していて、ずっとビデオカメラを見ていました。新妻博士そうですか。その時何か不備はありませんでしたか。高田博士ありませんでした。機械と人の手で落書きをするということ以外は、いつものように実験を行ったので問題はなかったはずです。機械の最終確認や備品の点検も私がしたのでよく覚えています。新妻博士わかりました。次に、例の実態が出現した際の岸博士の様子は覚えていますか。高田博士はい。あの時描いた SCP-498-JP-1 が動き出すまでは、岸博士はいつもと同じでした。でも、あれが出現する前はその落書きの行動をいつも以上に観察していたように思います。例の実態が出現した時も、何か知っているようでしたし。新妻博士高田博士には心当たりがありますか。高田博士、心当たりというか気になっていたんですが、例の実態と一緒に消失した職員で、実験に関係なかった人たちがいるのは知っています。少し前にその人たちと岸博士が談話室で話していたのを見たことがあります。あの時の会話の内容から考えるに、多分創作関係だと思います。岸博士、たまに披露してくれって、私や部下に言ってましたから。新妻博士本当にそれが関係あると思いますか。高田博士わかりません。ただ、気づいたことを述べただけですから。新妻博士、わかりました。そろそろ時間なのでインタビューを終了します。今日はありがとうございます。録音終了、20。終了報告書。岸博士の実質を調査した結果、今回出現した実態とおぼしき怪物登場する自作の小説が発見されました。この作品に出てくる怪物の特徴は出現した実態と合致しており、自身の存在を知っている人間を巣に連れて行く怪物、という設定が確認できることから SCP-498-JP-1-16 の行動とも一致します。また、SCP-498-JP-1-16 と問題の実態が同時に確認されなかったことから、問題の SCP-498-JP-1 と実態は同一の存在と考えられます。岸博士らが拉致されたのは、小説に出てくる怪物を知っていたためであると推測されています。今回の事件により、SCP-498-JP は平行世界の光景を映し出し、そこに干渉できるオブジェクトとする仮説が立てられました。現在、その証明を行うために SCP-498-JP-1 の記録と財団が管理する平行世界を観測可能なオブジェクト、種類の観測データをもとに調査が行われています。インシデントレポート 498JP-01 日付20。財団が近年発見された SCP-498
JP を用いて観測した平行世界、以下、平行世界アルファにおいて、記録されている SCP-498-JP-1 の挙動と異常性が合致するオブジェクトを発見しました。平行世界アルファは SCP-JP を用いることで行き来が可能です。現在財団は平行世界アルファの調査及び交流を決定しています。インシデントレポート 498JP-02、日付に0。SCP-498JP の第1回実験が行われました。結果、この実験で記録された SCP-498JP-1 と同じ特性を示すオブジェクトが平行世界アルファで発生するのが確認されました。この実験の結果から、SCP-498JP に絵を描くことでオブジェクトを平行世界アルファに発生させるオブジェクトだと結論付けられました。SCP-498JP の悪用を防ぐために再度移転の申請を行っています。現在財団は平行世界アルファの襲撃に備え、SCP-498JP の警備強化及び SCP-498JP の使用、そして、SCP-JP の破壊を検討しています。上記の文章は SCP-498JP 回収作戦前に行われた潜入調査の際にもともと SCP-498JP が存在した平行世界にて回収した報告書です。協定を結んだ際にアキラ側の行動に不自然な点が見られたため、潜入調査員を送り込んだ財団は SCP-498JP の存在を把握しました。収集した情報及び他の報告書を照らし合わせた結果、報告書の内容がオブジェクトの性質に関して正確なものであると判断しました。現在財団は入手した報告書の一部を改変することで使用しています。ホイ 1SCP-498JP を平行世界間で移動させた場合、映し出す SCP-498JP-1 を移動前の世界を元にしたものに変更される可能性が指摘されています。この性質は回収作戦時に偶然発見されました。一部の SCP-498JP-1 があちら側の世界にのみ存在するオブジェクトと酷似した性質と挙動を示したことから、SCP-498JP が映し出している世界が変更されたと判断しました。財団は SCP-498JP がもともと存在した世界に奪われることを防ぐためにこのオブジェクトの回収後、SCP-498JP-1 を多数描き加えました。SCP-498JP に映し出された状態から、前に SCP-498JP が存在した世界は滅んだものと考えられます。現在、SCP-498JP が映し出している世界に関しては調査が行われています。ホイに SCP-498JP の正確な現在位置は警備の関係によりセキュリティクリアランスレベル4以上の職員にのみ開示されます。セキュリティクリアランスレベル3以下ではサイト、81。が表示されます。また、サイト、81にはダミーとして SCP-498JP と酷似した見た目の液晶が置かれています。博士の手記。我々がやったことは決して許されることではない。しかし、我々はこちらの世界を守ることで精一杯なのだ、